その能動的に参加させるってことをやっぱり意識してるかな、その笑いとか拍手とか共感とかですね、うんうん、お客さんをいかにソファーの背中からグッて離すかってことですね、うんうん、だから喋んなくても通じるにはどこでお客さんを見ればいいのか、どこで止めればいいのか、どこで結局誰が盛り上がるとかじゃなくて、お店でやってるからにはお店を楽しんでもらわなくていいんじゃないのね。そこをだから気づけない人が多いですよね。自分もできてるって思っちゃって、誰かのまんまコピーしてて、これでもできてるって思っちゃうと次のステップに行けない。ここで営業もらえますから。心でセリフ言ってるなっていうのは、ここでお客さんの脳みそバグらせときたい。うーん、なるほど。すごい来てる。その喋りなしでもお客さんに目線とか体の表現力とか音楽の間合いでスパンと行くタイミングとかを使えるようになると、音楽の力を借りるっていうのはすごい大切だと思うし、手の位置を顔で示すって考えると、文字盤の隙間に挟まってるのが、どこのタイミングで稽古からタメ語にずっと決まってるんですか？拍手のタイミング、みんな頼むぜ、信じてるぜ。拍手のタイミング、いつやるの？今でしょ。一言で表現できるマジックっていうのを作ってった方が、うん、テンプレートは作っといて感情で喋っちゃったりするね、うん、ところが3つ目が消えてなくなると本当に上から降ってくるんだ。